ここからは NKN の鈴木さんと一緒に今日の相場で注目した銘柄や明日の相場のヒントを探っていきます。 前の日のニューヨーク市場急上ということで日経平均手がかりなの中マイナス転での一進一退となっています。また最近では足元ね3万9000あたりで上値の重さが目立ってますね。はい、そうですね。あの昨日ニューヨーク市場が急上で欧州株なんかあの若干あの高く推移してはいましたし、あとユーロとかポンドに対して円安も進んではいたんですけれども、はい、あの総じて冴えない展開だったのかなという印象です。やはり日経平均に関してはですね、もう昨日もそうなんですけれどもあの。 9000 0が近づくと戻り売りが強,すい強,い強くなりやすいということでやはりちょっと4万円にかけてあの買い上がっていくだけの材料がないという見方が市場関係者からもあの聞かれるところですで今日に関してはです、ね、あの日銀の正常化観測による長期金利の上昇というのがグロース株に重荷となりまして主力の半導体関連なんかあの下げが目立ちました。 先週そうです、ねあの、東京エレクトロンとかアドバンテストとかレザーテックとか下がっています、まあ、あのソシオネクストに関してはです、ね、もえ野村賞金が目標株,を株価を引き上げていたというあの固有の材料が出たので買われたんですけれどもちょっと全体としてです、ね、やはり NVIDIA の決算以降ちょっとあまりあの勢いがないという感じです、まあ、NVIDIA 祭り不発なんていう見方もです、ね、あの最近になって出てきているところです。まあの株価ととか見てててているとです、ね、やはり上昇基調で推移してきていて でも1000ドル超えてあの目標株価設定とか見ると1300ドルとか出てきてますので先高感強いんですけれども東京エレクトロンなんかはですね高値からまだあのだいぶ低いところに株価が ありますので、ちょっとですね、あのあまりあの楽観はできない状況となっています。まあ、東京エレクトロンとかファーストリテイリングもそうなんですけれども、日経平均の構成比上位の銘柄が業績懸念などを背景に、まあ、あの戻りを試す展開になっていないので、日経平均上値、ね、重い展開に前が続くのかなというふうには考えております。で、昨日あの東証プライムの売買代金があの過去あね今年に入ってから最低となりまして、今日もですね、やはりあの前日のニューヨーク市場があの急上だったということがあったので。 の薄商圏の展開になったのかなという感じです。今週は三十一日に4月の PC 物価指数なんかが発表されますので、月あの週末になりますね。なのでそれまではあの様子見ムードが強い相場展開続くのかなというふうには考えております。 今お話しあったように国内の長期金利じわじわと上昇していて、えー、ハイテクグロース株はちょっとね重荷に,になっているんですが一方でバリュー株優位で特に銀行株の強さが目立ちますねはいそうですねあのアメリカの長期金利とか動いてないんですけど国内の長期金利がですね、えー、あのもう1%を上抜けるところまで来ています背景にあるのが日銀の正常化観測です昨日ですねあの上田日銀政府総裁の発言伝わってきてまして上田 総裁はインフレ予想を0%から押し上げることには成功したように思うと説明しましたし、あと内田副総裁はですねデフレとゼロ金利制約との戦い,に終焉戦いの終焉は視野に入ったという発言をされてますので、やはり出口が近づいたということで長期金利の上昇を促しています長期金利、です、ね、10年再利回り1%ぐらいのところで国内機関投資家の買いとか入ってくるのではないかというふうに言われたんですけれども、 今足元で1.035%ですので、やはりちょっと1%からですね、ちょっとさらにあの上抜けるあの展開というのが意識されやすいです。あと5年債利り回り、まああの政策金利の影響を受けやすいというふうに言われるんですけれども、こちらも0.6%まで上がっています。まああの本当に黒田日銀体制の在は0.6%というとまあ10年債の水準とかあ、あのそこまであだったんですけれども、ちょっとダイバ上がってきたなというあの印象。 受けます6月の13日から14日にかけて次回の金融政策決定会合が予定されてはいるんですけれども政策あの正常化の動きを一段と強めるという見方が市場関係者から広がってましてやはり銀行株にもあの買いが波及するという展開になって います。まあ、アメリカの長期金利もですね。最近は、まあ、ちょっと、あの、上げ一服という展開もあったりしたんですけれども。さらに、あの、上がっていけばですね。銀行株のアップサイト出てくるかとは思います。で、三菱 U. F. J. 見て、あ、まず、三井住友ですね。はい、あの、友 三,三菱 UFJ もあの今日だいぶあの上がりまして、もうあの年初来高値があの群と近づいた格好です。まあ千六百四十五円五十銭があの三月八日の高値ですので、まあ、この雰囲気を踏まえればですね、あの近いうちに捉えてくる可能性もあるのかなというふうには見ています。あと三井住友の方もですね、あの一万円台に乗せたというのがあの今日の話題です。あの十六年九ヶ月ぶり高値ということだそうです。でメガバンクはですね、十、え、五、ー、日の決算発表後にあの株主間 関主還元を巡ってあの株価、明暗分かれる格好となったんですけれどもあの足元のテーマはです、ね、あの株主還元から日銀の,あの政策正常化に移ってきてますので、まあ、基本的にはまあ同じような動きをしやすいのかなというふうにはあの考えていますただあの相対的にです、ね、あの株主還元の要素があるので三井住友の、まあ、相対的優位というのが意識されやすい展開かとは思います。で市場関係者からはは、ね、日銀のののの政策について、えー、と6月の会合でで国債の会議の減額だけでは、ね なく、まあ、利上げですねあの可能性も。 あの視野に入れた方ががいいいいという声が出ています市場全体、まあ、特にあのグロース株が冴えないのはですねあのまあ水準感とかの問題もあると思うんですけれどもやはり日銀の正常化が意識され,たというされているという部分もあの十分にあるのかなというふうには思います。なのであのまああの日銀正常化、あのより明日以降もですね意識されるのであれば銀行株もあの注目度あの増していくのかなというふうには見ております。 この銀行株の上昇がトピックス支えていて現在トピックスプラスなんですがそのほかトピックスのプラス規模度を見ますと電力株も結構並んでいてね 今日は電力ガスセクターの上昇が特に際立ってますね。はい、あの昨日のニューヨーク市場が急上で、あの海外投資家の参戦はあの限られて、イーフよりは限られてると思うので、個人投資家の存在感が相対的に高いと言われている電力株があの目立ったのかなという感じです。はい、で、まあその中できっかけとなったのがですね、やはり東北電力で、あの上昇率見てもですね、今一番高いあの水準になってます。あのとあの昨日の取引終了後にですね、お長原子力 発電所二号機の安全対策工事が完了したと発表してまして、あの原発再稼働に向けたですね、えー、原発再稼働による収益拡大の期待で海外優勢となりましたで。合わせたの水保証券もですね、投資判断と目標株価を引き上げていまして、あの東北電力のあの株価に追い風となりました。あのそうですね、あの年初来高めも更新してきています。あと北海道電力ですね、こちらもあのもう年初からずっと上がってきていて、あのラピダスの半導体のあの ラピタスですねのあの工場建設をきっかけに北海道内での電力需要が拡大するとの期待から上昇基調が続いています。あの大発会の時点の株価が608円であのもう年初から、えー、2.7倍になったという感じなのでまあすごい勢いです、まあ。投資指標とか電力株まああんまりそうですね東京電力とかあんまりそういう見られ方はしないんですけれども特段割安という感じはまあないんですけれども。 やはりテーマ性とかま値動きの軽さから電力株物色されやすい。あの展開、今後も続くのかなというふうには思います。あと、あのそうですね。あの電線関連も今日はあの物色されました。えっと藤倉とか住友電気工業とかあの古川電気工業ですね。まあ、そういったところもあの買われてまして、やはり全体としてあの視力株が若干あの加え。 決算終わってからですね停滞気味だったということもありましてこういったテーマ物色というのがあの盛り上がりやすい展開になっているのかなというふうには見ていますが、まあ、電線とかはですねやはりちょっと思惑先行なところも結構あると思うんですけれどもあの電力株のですねあの最近の上がり方なんかを見ているとやはりこの勢いが続く可能性がある、まあ、半導体とかなかなか上がらないというところがあったりしますので明日以降もあの注目していきたいなというふうには見ております。 また今日はこれまで低迷していたグロース市場250室昨日に続き堅調推移となっていますまた IPO も一社ありましたがちょっとこちらの個別のね動きは冴えなかったですねはい、えー、学びエイドあそうです、はい、まずグロース 二百五十に関しては、あの、今日は、あの、上がりました。まあ、うん、ずっと下がってきていたので、やはり自立反発を狙った回というのが。入ったというのが、あの、大きいかなと思います。あの、国内の長期金利とか上がってますので。やはり、あの、外部環境としてはですね、ちょっと、あの、違和感のある動きだったかなという印象を受けています。で、学びエイドが、今日は、あの、東証グラスに新規上場しまして。個人や、あの、塾向けの、オンライン講義動画の配信サービスを手掛けている会社となります。えっと、今日午前中に、あの、初値つけまして。 公開価格を上回りましただ5月はですねこのマナビエイドが IPO 唯一の案件となってましてで資金吸収額も8億円程度ということになりますのであの資金があの向かいやすかった、まあ、注目され,やされやすかったのかなっていう感じはします、まあ、業績面見てもあの出版社向けの動画制作などの受託が堅調だったということでて税増収増益だったということだったのでやはりそこまであの悲観的に見られにくかった部分があったのかなというふうに 見ていますただ、公開価格予想なんか見てると、ですね1300円以上という見方が結構多かったので、ちょっと1282円というのは、まあちょ、ちょっとですねやはり市場期待を下回ったという感じはしています。アナリストからはです、ね、あの売り出し比率の高さがというのが懸念材料と,上がっ、ね、として上がっていたので、まあ、ちょっとそういったところが嫌気された可能性あるかなというふうには見ています。まあ、東証グロース市場250指数に戻るんですけれども、やはり新興市場全体の環境を見るとですね、 決して良くないというふうにあの思えます。まあ最近まであの本当下落基調で推移してきていて、やはり主力株とか見てもですね、最近 QPS 研究所なんかあの売買代金あの減少傾向にありますし、ちょっと核となる銘柄がないというのがあの今のちょっと現状物語ってるかなとは思います。まあ国内の長期金利もですね、十二分年ぶりの高水準に上昇してまして、相対的なあの割高感が新興株意識されやすいですし、あと売買代金騰昇グロス見てもですね、ええ二千 4億円に届かない日が結構続いていますので、やはり個人投資家としてもですね、なかなかこの市場の銘柄を手掛けにくいという要素があるかとは思います。まああのメールカリがですね、あの投射ロス市場を去ってからもうずっと言われてきたはいるいたんですけれども、やはり成長あのけあの市場全体を牽引する成長銘柄の存在というのがあの出てこない限りですね、あの市場全体の本格反転はまだ遠いのかなというふうには考えてます。 の日経平均株価を見ておきましょう。下げ幅徐々に縮めてきています。現在二十五円ほどの下落、三万八千八百七十円近辺での動き、わずかながらマイナスとなっています。 プライム全体では、六割近くに当たる銘柄が値下がりしていますが、この時間、中型に加えて、今度は大型株がプラスに転じてきました。その中で、トピックス、零点一パーセントの上昇。朝は小型株優位の展開でしたが、現在、大型もプラス転換。現在、小型株がマイナスとなっています。グロース市場250、二百五十指続進となりまして、零点九パーセントほどの上昇です。 アメリカ株先物、の3指数揃って値上がりしています。ニューヨークダウミニ先物のは33ドル高、39,190ドル。ナスタクが相対的に上げが大きく、0.2%の上昇です。アジア市場です。 総じて値下がりしていって小幅安での推移が目立ちます一方で台湾課金指数連日で最高値更新となりましたハイテク株への買いが続きまして課金指数は0.2%ほどの上昇です円相場ですドル円は156円80銭台での取引ユーロ円は170円60銭を挟んでの取引です 時刻は三時を回ったところです。東京市場今日の取引が終了しています。前の日のニューヨーク市場が急上の中、商いは今日も少なく連日で指数は方向感をに勝てる展開でした。では終値を確認していきます。はい、今日の終値をお伝えします。まずは日経平均株価の今日の終値から見ていきます。日経平均株価今日は小幅ながら反落となりました。終値は。 44円円銭銭安いととななりりりままましししたた変わわてトピックスこちらはわずかですが0.08%高い2768.50となっています。JPX ンディもわずかですが促進ですすが高い 25, となりました 日経平均トピックスともに高安まちまちで取引を終えました国内の長期金利今日は1.035%にまで上昇してグロースが弱くバリュー株は連日で優位の展開でしたね はい、あの日銀の政策正常化観測が強まっていたのでその辺です、ね、あたり長期金利の上昇を通じてグロース株に重荷になったのかなというふうには見ていますただあの銀行とか海運とか電力とか電線ですねこういったあのテーマ物色というのはあのかなり強いところで入っていましたので個人投資家に限らずですねあの買意欲というのは強さというのは買いま見えましたただあの主力の半導体関連でいうとですねちょっと弱さというのがエヌビディア決算以降ちょっと目立,ってる目立つ場面がありますので日経平均の水準感でいうとです、ね やはり3万9000円を大きく超えていくためにはまだ材料不足なのかなというふうには見ていますが、まあ、今週末、PC の物価指標の,あの発表なんかを控えていますので、まあ、そういったところがあの今後、注目点になってくるのかなというふうには考えております。はい 日経平均のマイナス気温度上位見ますと、レーザーテック、アドバンテスト、東京エレクトロンなどが並ぶ形となりました。なお、プライムで値下がりの数は6割ほど、また連日で飽きない少なく4兆円に届いていません。プライムの売買代金3兆7千億円ほどとなっています。